陸上トラックが撤去されたスタジアム内部、ルジニキスタジアムは、ロシアの首都モスクワにあるスタジアム。ロシア語読みでは、スタディオ,オオンルジニキー。正式名称は、ルジニキオリンピックコンプレックスグランド、スポーツアリーナ、旧称は、レーニンスタジアムといった。ロシア国内最大の球技専用競技場。収容人数は78,360人に、上り。 オリンピック開催時には最大で10万3000人を収容可能。施設はルジニキオリンピックコンプレックスの一部である。1957年のアイスホッケー世界選手権決勝では当時のアイスホッケー史上最多の5万5000人を動員したが、この記録は2001年10月の NCWA アイスホッケーに破られた。1980年モスクワオリンピックでは メイン会場として使用された。五輪では、開閉式、陸上競技、サッカー決勝、馬術が行われた。1982年10月22日、UEFA カップのスパルタクモスクワ対 HFC、ハールレム試合中、将棋が押しに巻き込まれ66人が死亡する、第3次となった。1989年12月31日には、 新日本プロレスの大会が開催された。現在はサッカーの試合で使用されることが多く、ロシア代表の試合や欧州カップ戦などの国際試合のほかロシアサッカープレミアリーグに所属するスパルタクモスクワとチェスカモスクワのホームスタジアムとしても使用されている。芝は人工芝が採用されており、2006年9月27日に当スタジアムで行われた。 UEFA チャンピオンズリーグのスパルタクモスクワ対スポルティング CP 戦は大会史上初の人工芝での開催ゲームとなった。ただ、2008年に行われた UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦の開催時には全面天然芝に張り替えられた。工述する2018年サッカーワールドカップではイギリス SIS 社製のハイブリッド人工芝が使用される。その他に コンサート会場としても使用されている。1971年5月27日には、ソ連代表のナジー系であるレフヤシンの引退試合が行われ、10万人のファンが集まった。2013年は6月に行われた、ラグビーワールドカップセブンズ、8月に行われた、世界陸上モスクワ大会のメイン会場として、使用された。また、2018年ワールドカップ、 ロシア大会では開幕戦及び決勝戦の会場として使用された。それに先立ち2014年から4年間にわたって大規模な改修工事を行い陸上トラックが撤去され球技専用となった。スタジアム内部改築前のスタジアム内部改築前のスタジアム内部、ありがとうございます。